Peggy 18. みなさんこんにちは。ニオ2プロデューサーの安田です。秀吉勢はなぜこうも早い。人間技とは思えぬ。今回は最終体験版でも登場した天王山ステージを使ってニオ2を紹介していきます。体験版とは少し異なるバージョンですので、その点ご了承ください。ニオ2は戦国死にゲーとして壮大な大河ドラマに妖怪要素を絡めたダークな物語と高難度なアクションを特徴としています。戦国時代の中心となった各所を舞台としている各ステージには様々なギミックが用意されています。この天王山ステージは足元が沼地のため移動速度が下がっていますので、アイテム護身水を使うなどしてうまく対応していきましょう。ニオ2には新武器士にテオノ、薙刀鎌が登場します。テオノは構えによって非常に手数が多く、また投擲武器として使用することでリーチの短さを補っています。薙刀鎌は上段中段下段で形が変形する武器です。それぞれの特性を生かしながら構えを変えながらコンボをつなげることで相手を翻弄しましょう。トリッキーな蛇の妖怪、濡れ女などに特に効果的です。フィールドの中には妖怪たちの世界常闇があり、その中では妖怪たちの力が強化されます。そこで主人公も妖怪の力を駆使することで優位に場面を進めることができます。常闇にいる間は主人公に常時鬼の角が生えていますね。ここやめエリアはこういった立体的なステージ非常に難関になっていますが、そういった場所にはこういった宝箱や素玉といった報酬がありますので、ぜひそちらも探索してみてください。この青い刀塚は本作での新しい要素、擬人塚です。おちょこを備えると他のプレイヤーが助人として現れ、擬似的なコーププレイをお楽しみいただけます。このエリアは棚田となっており、足を取られて戦いづらい上に非常に多くの敵兵が襲いかかってきます。うまく助人と協力して撃破を狙っていきましょう。すねこすりは撫でてあげるとプレイヤーのすねをこすってくれるだけではなく、後ろをついてきてプレイヤーの妖怪の力の源である妖力ゲージを一定時間回復してくれます。ですので見つけたら思う存分撫でてあげましょう。赤いオーラをまとった強大な敵黄乳洞です。付け人と協力しても正面からはなかなか撃破することは難しいです。切っても切っても回復する強敵たち、こういう時はステージギミックを疑いましょう。正面突破を諦めることで思わぬ突破口が開けたりします。ここでは強敵のいない地下のルートが隠されているように、ステージ攻略のアプローチは多岐にわたります。いかにも怪しげな赤と青の柱の前に産めが待ち受けています。耳をつんざくような悲鳴を上げながらプレイヤーに襲いかかってくる強敵です。
と青の霊石の柱を壊すことで黄乳洞や産めといった強敵と正面から戦わずに済みます。天王山ステージのボスは両面宿儺です。表と裏でそれぞれ戦い方の異なる強敵です。赤い面では斧と剣、青い面では弓を使い、遠距離近距離ともに対応してきます。と水それぞれの能力を駆使して攻撃をしてくる相手に対して、こちらもステージ上の霊石や妖怪技を駆使してより効果的にダメージを与えていくことが重要です。妖怪技や特技で相手の妖力ゲージを削っていくとボスが常闇を発生させます。状態ではボスの攻撃はさらに苛烈になり、防御は回避で精一杯になりがちですが、プレイヤーも妖怪化によって常闇からさらなる力を得ることで強力な攻撃を叩き込むことができます。それでもボスは強く、気がつけば気力を削り取られ落命してしまうでしょうが、ぜひ皆さん何度も挑戦してみてください。いかがでしたでしょうか。今日紹介した以外にも様々な攻略法がありますので、皆さんも頑張って天王山ステージ、そしてボスの両面宿儺に挑んでみてください。ご覧になっていただきありがとうございました。3月12日に皆様と落命できるのを楽しみにしております。For the players.